きなメロディーがオルゴールで鳴らせるという素敵な楽器です。私は子供の頃からオルゴールがすごく好きだったので、これをいつか買いたいなと思っている。5年くらい前に宮城県の松島オルゴールミュージアムで買いました。私は5年間仙台に住んでいたので、馴染みがあるんですけどもね。今は震災で松島のオルゴールミュージアムがなくなってしまいましたけども、そこで買ったっていうことを大事にしたいと思っています。そして、このオルゴール自体は三響という会社がオルゴールを出しているんですけども、オルゴールといえば三響、三響といえば長野県の諏訪にありますね。一時期は世界でもうトップのシェアを持っていたっていうオルゴールですけど、私の子供の頃お土産屋さんとかで売っているオルゴールは三響って書いてありました。今は見るともうほとんどメイドインチャイナと思ってますね。すごく残念だなと思っていて、音が違うんですよね。やっぱり響きとかが日本製と違うなと思って頑張ってもらいたいと私は陰ながら、三響を応援しておりますそんなわけで、オルゴールと詩を聞いていただきたいと思います。水晶アトリウム、風が呼んでいる透明な夜、月の光が差し込む小さな庭の四隅で水晶の枝がひっそりと伸び始める。かつて水の都だったこの場所は、それから数えきれない時間がたち、干からびた空気は結晶となって世界に降り積もった。そうして水晶の町が生まれた。水晶都市には風が吹く。外の世界で染められた色をこの町で落としていくため、大きなビルに囲まれた小さな庭に水晶都市を通って風は透明に帰っていく。誰も知らないかすかな音、水晶の枝は伸び続ける。すべての色を抱えたまま、何にも染まらずに。水晶アトリウム、